大相撲の大関貴景勝時は山、月1日春場所を途中休場後初めて怪我の回復具合を明かした春場所は右大胸筋損傷頚椎神経根傷で14日目から休場その後の春巡業も全休していた現在はぶつかり稽古で胸を出す程度で実践的な相撲を劣る稽古を行えていないという 怪我の回復具合について問われると、わからない。段階を踏んで、残り10日ぐらい、最終的にどこまで行けるか、今はわからない、と不安を口にした。師匠の常盤山親方、元小結、龍蔵杉も、本人のペースで、と説明した。貴景勝はこの日、東京・板橋区の部屋で行われた朝稽古に参加した。体を動かす前には 首付近の動きを鏡越しにに入念に確認。柱に引っ掛けたゴムチューブを引っ張る軽めの運動などで汗を流した。連動的な体の動き。負荷は多くないので、全身運動で毎日やっている。と、その日の体の状態を見ながらの調整が続いている。夏場所、5月12日初日、両国国技館へ向けては、少しでも良くしてやっていくしかない。と前を向い